うん、めっちゃジューシーっていうか、なんか中から肉汁が溢れてきて、おお、すごい。今日は備前市にやってきております。久しぶりの備前市なんですけど、なんかこの何、このなんか入り口っていうか、なんか上になんかあるのがすごい気になって、城みたいなのが見えたんで、こういう城あるよな。来ました。大王って書いてある。水餃子ジャパン岡山日奈瀬三島水餃大王。実は移転してきまして、前は別のところにお店があって、最近新しくこちらにね店舗を構えたということなので、早速行ってみたいと思います。お邪魔します。めっちゃ胡蝶蘭あるもん。まだ本当オープンしたばっかり。すごい、なんか出来たての新築の匂いがする。今日はこの水餃子7個入りと、エビ水餃子と、香味野菜水餃子と、この上から3つの水餃子を全部頼みました。あと、おにぎりを頼みます。感じです。え、この下は何て書いたん、これ読めない。サンラータンですかね、ラーメンみたいな。あのラーメン美味しいね。サンラータンって360円って安くない？スープか。スープか。ここお持ち帰りの水餃子のメニューもたくさん結構あって、で、まあ県外から来られた方とか、まあ、県外の友人とかにね送ったりするのにも、こうやって送料一覧も載ってたりとか、ここでちゃんと注文がねもうすでにできるようになってると、すごいなかなかないような、こういうさ配達のさ宅急便のやつ置いてあるところ、このメニューのところにね、はい、送れるそうです。やってきました。じゃあこれが、エビ餃子、これが香味野菜の水餃子、これが通常の水餃子で、赤いのはサービスしてくれました。なんか綺麗な紅白色になってますね。はい、じゃあ普通の水餃子、ノーマル水餃子食べます。これにつけていい感じに、ちょっと一口サイズで食べやすい感じです。いただきます。うん、めっちゃジューシーっていうか、なんか中から肉汁は溢れてきて、水分がすごい、肉汁がすごい、めっちゃ美味しい。
次はエビ。もうなんか中身が詰まっとる感じ。うん。エビめっちゃ美味しい。さっきの水餃子は餃子の味がすごいしっかりしたけど、エビの方はエビの味がすごいするのと、エビのなんかプリプリ感がすごい。めっちゃエビ入ってますね。めちゃめちゃ美味しい。エビめっちゃ美味しい。エビめっちゃ美味しかった。で、なんかエビは日生の取れたてのエビを使ってるということなんで、まあそれ美味しいよな。めちゃめちゃプリプリやったもん。いや、噛み応えというか、なんかエビの弾ける感じがあってすごく美味しかったです。香味野菜。で、なんかタレがね2種類あって、ごまベースのタレということなんですけど、まあいろんなものが入ってるっぽくて、ちょっとここオリジナルというかね、企業秘密のこうめちゃめちゃ美味しい極秘ダレとなってるんですけど、この香味野菜の水餃子にしかついてないタレだそうですので、こちらを頼んだらこのタレがついてくるということです。はい、こっちのタレも香味野菜につけたら美味しいよということなんで、ちょっとこっちの今度タレで行ってみたいと思います。いただきます。うん、ごまドレッシングや、うまっうまっ。これシソ入っとる香味野菜、シソの味がめっちゃ、シソ餃子みたいな感じ、水餃子みたいな感じ、これめっちゃ好き。おいしい。これ頼んだらこっちもついてくるのかな。そうでしょうね。そういうことで通常ベースのこれは絶対ついてきてって感じなのかなっていうタレだそうです。はい、でちょっとなんかこれだけだとなんかちょっと物足りん感じなんで、なんかご飯をよく食べたいなっていうことで、ちょっと焼きおにぎりを頼んだらめっちゃでけえの来た。めっちゃでかくない？なんかこんなさ、大きい焼きおにぎり結構初めて見たかもしれない。なんか普通のちっちゃいおにぎりの焼いたやつしか見たことないけど、網の形がしっかりついているというこの焼きおにぎりが、え、これなんか入ってない？昆布？昆布かも。昆布入り。これはもうめっちゃ美味しくてやばい。うん、これいいね。ちゃんと崩れずに食べれて、やっぱさすが焼きもいい。うん、昆布もいい味付けますね。本当にあったかくて美味しいです。うん、はい、ごちそうさまでした。もうペロリと全部食べましたね。はい、しかもなんかもう一皿途中サービスしてくれて、めっちゃ大量に水餃子をあんまりといただいたんですけど、めっちゃ美味しかったですね。で、実はこう、ミシュランに登録されているということで、最近私も、ね、いろんなミシュランの登録店舗でね、ラーメン屋さんだったりとかご飯屋さんいろいろ行ったんですけど、やっぱね、なんだろうな、こう癖のない味というか、こう誰もが普通に美味しく食べれるような味だし、まあ、親しみやすいような感じのなんかお料理が多いかなっていう風に感じますね。すごい今日の水餃子も美味しかったです。11月12月は結構なんかお店が開かないというか、あれなんですか？そう、12月の終盤なんですけど、その全部お店、平日はお店を閉めて、お持ち帰りだけにしてるんです。お持ち帰りの注文。そうなんですね、はい、結構皆さんこれ送られるみたいな感じなんですか？そうですね、まあ、製造の方が間に合わなくなってるんで。なるほど、はい、土日はちょっと頑張って営業はし、あ、じゃあ平日はちょっとお持ち帰り限定で土日が食べれるようになるっていう感じが11月12月の状況と
なりそうみたいなので、皆さん、まあ、ぜひぜひね、あの土日を狙ってこう来るか、まあ、お持ち帰りもできるみたいなんで、通りすがりにこの辺通ったらお持ち帰りとかして食べてみてください。はい、カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。